こを幽霊と同じ音するんですよ、これ。さあさあ。この電車なんかすごいな、これなんかヘッドマークついてるんだよ、これ、はい、ヘッドマークついてるし、で、なんか側面もなんか 302F と同じような、いや、あれと違うか、同側面になんかラッピングしてるんですよ、この電車。ほらほら、なんか横、なんかラッピングされてる、なんかこれ、あー、ラッピングや、ちょうどいい感じなんです。あ、ギンギロ系みたいなラッピングやな、すごいな、これヘッドマークついてる、ヘッドマークついてるわ、あの電車。この特急のあの後ろに行けんの、はい、この電車、電車中之島駅でございます。こんな感じ、はい、ダイヤ改正、去年のダイヤ改正です、ね、聞こえましたね、普通中之島駅、結構増便し、増便して準急してたんですけど、その分ね、この国車両もなかなかもうね、数減らしてるんでね、何編成やろな、でも結構減ってますよ、この国車は。これもガーゼ作ったんですよ、あとからこれ JR のね、やっちゃうこれ20番台はもともとついたのか、ネバネは後からついておこう。イエーイ。こちらの車両は、脈々編成でございます。いや、すごいね、真っ白な発電系です、はい、いいっすね、これ脈々かっこいいっすね、
しかし、脈々様の発電系も、まあいいんじゃないですか。なんかこういう、うん、プレミアムカーはそのままで、あとは全部塗装塗り替えてるんや。すごいね、やっぱこれさ、これあれですね、ほら、これ発車までしばらくお待ちください。なんか追加なんか動く追加が、これ面白いな。おー、すげえ。あ、こうやって動くの結構面白いな、この動き。なんかすごいな、これ。バイバーイ。あ、この辺です。バイバーイ。なんだっけ、ニャンニャン。あ、反対側、ちょっと待って、これ絶対ちょっと移動になりやすい。第8編成の、はい、反対側からもめっちゃ来ました。でも、お、やっちまった向こうは。え、おもろいな。いや、でも、普通に。なんか、うん。順番的に多分、これ先出て、で、あと、こういう時があったら、あ、ない、時間ないのかな。6.5 編成ですね。1本系ですね、はい。77編成、第8編成、こんだけ色が違うって感じですね。はい、うわ、かっこいいな。バイバーイ。3200系か、あの方だと。何系やろ、さすがにちょっと寒いな、この日陰やったら。日向やったら暖かいけど。あ、じゃあ1万系か、これ1万系ですね。音で分かんない。 ITBT の音、これ ITBT の音なんで1万系ですね。はい、これ1万系のやつですかね。ゲテモノ編成がついてるやつですね。